理師が彫ってくれた版木、うん、版木に絵の具をつけて、で和紙に絵の擦り込む、バレンを使って、はい、それで一枚の絵を仕上げていくっていう仕事ですね。で直接インクを、そうですね、絵の具、顔料ですね。顔料を、顔料をつけて、ハケ、あ、ハケでなじませて、で今まあ紙はないですけど紙を点灯があるんですね。ここに2箇所合わせて、うん、スリシになった経緯って何ですか？スリシになったのは、まあ、大学でグラフィックデザインを専攻してて、うん、で卒業の時になぜか不意に木版画をちょっと木版画を使って表現して作品を作ろうと思って、うん、でやっぱり独学だと全然うまくいかないですね、うん、でその時に外でこの足立の親方がですねこう実演をやってるのを見る機会があって、うん、でそれを見てちょっとこれだなって思いましたね。これは技術を知りたいっていうのが最初でした？うん、そうですね。全然やっぱうまくいかないんで、どうすりゃうまくいくのかなって、ね、それで見に行ったら、ね、スイ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 簡単にすっちゃうんで、うん、ちょっと、ね、そこに技術に惚れたっていう、ね、うん、これだっていう、なんか光って見えましたね。方向が差して、これの仕事は、まあ、職人さんはみんな言うと思いますけど、うん、まあ、一生修行っていうか一生満足しないんじゃないかなとは思う、うん、なんか皆さんまだまだですってそうですね、おっしゃいますね。何十年もやってた親方も、うん、畜生だとかこんにゃろうとか言いながらずっとやったりしてます。あ、そうなの。うん、この浮世絵っていうか伝統文化だからすごいんじゃなくて、技術がすごいから伝統文化になってるんだって、うん、だからそう考えると職人摺師としては黙々とね自分の技術を上げていくしかってそれしかないかなっていうのが、うん、一番堀氏が気にしているのは絵を描いた人だったり、うん、もう亡くなっている絵師、うん、あの昔の絵師も含めて、うん、現代の作家さんとかも含めてその人が どういう意図でどういう選択をしてこの絵を描けたの、うん、あの描き上げたのかっていうところを、うん、版木に形にして摺師の方に渡すっていうのが、うん、僕の仕事なので、はい、多分全体を通じてその作家さんの作家さんの絵師だったり作家さんの作品をどうその版画で持つようにあの成立するようにしていくのかっていうのが全体での一番重要なとこなんじゃないかなって思います。うん、絵のニュアンスを変えないようにできれば。よりその版画でできてよかったなって思ってもらえるようにステップにはどうしたらいいのかっていうことかなと。難しいですか？再現できないものもやっぱり。あ、そうですね、手法が全然違いますからね。省略しても持つようにするにはどうしたらいいの？髪の毛の描写とか
大変そうだなって思いました。復刻、浮世絵の復刻がすごい基礎になってるんで、それはずっとやり、何度でもですけどやり続けていきたいし、その度にちゃんと自分で発見があるようにしたいっていうのと、やっぱり今一番その何ていうかこう先端を走ってるような作家さんのものとか、海外の作家さんのものとかも逆にその復刻で古いものをやってるんで、逆にそういう一番新しいものとかもやっぱりやってみたいなっていう2つあります。なんか現代アートとコラボのすごくやっぱ復刻にないなんか発見が自分の中であったりするので、やってみたいな、もっとやってみたいなっていうのは。撮りながら剥がれていっちゃうっていう。はい、勢い持ってかって言ってしまうところが多いですね。ベニヤなんでちょっと柔らかいんで、取りやすいんですけど、でも綺麗に。壊れてます。ありがとうございます。あ、すごいそぼそぼします。はい、大丈夫ですか。最初ちょっと無理難しすぎて掘るのが、これ上達したいですね。なんか絵の手法に取り入れたいです。この均一に色が乗るのがすごい魅力的だなと思います。手だとどうしても筆の跡が残ってしまうので、これも味なんですけど、フラットにやりたいとき感がいいですね。これが元絵です。そんな違いない。いや、そもそもなんかもっとガッタガタになるかと思ってたのでちゃんとまとまってよかったなと思います。